それで見てて思うことはですね、あれと思うんですね。何でしょう、日本のね、日本、我が国日本のテレビで報道されてるようなこととね、異なってる、180度違うことね、言ってはることが多いんですね。そんな状況なんですよ。全然知らなかったですね。日本のメディア見てる限りね、なんかウーの国さんがね、圧倒的に強いぞっていうね、感じしか見受けられないんですけど、これね、こう考えると怖いですよね。はい、皆様お疲れ様でーす。おっさっけーの塾長でーす。塾長オップ、塾長オップ、おっさっけー。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。お酒の塾長ね、ウイスキーもそうですけど、日本の酒もそうですけど、あの洋酒ですね、洋酒の方好きで、カタ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 ね、インターネットで調べれるんですね。洋酒ですと、やはり英語のホームページとかね、調べたりしてですね。で、英語全然できるわけじゃないんですけど、その英語のね、なんでしょう、スペルとかをね、翻訳、今便利ですよね。パソコンのね、翻訳サイトでね、翻訳するとね、あ、こういう意味なのかとかね、場合によっては、日本のね、表記されてる商品の説明と一部ちょっとね、ちょっと違うのかなっていうね、そういうね、テキストといいますか文もあったりするのでね、やはりね、翻訳といいますか難しいですよね。その言語をね、日本語に持ってくるっていうのは難しいのかなというふうに思ってますが、まあ、そのようにですね、海外のね、海外のホームページをね、見たりすること、 YouTube を見たりすることもね、多いんですね。お酒の塾長は当然ながらお酒なんですけど、あとはお酒飲みながらね、各種 YouTube を見るのが好きなんですね。結構ね、お酒と関係ない YouTube 結構多いんですよね。で、そこでですね、私結構なるほどなと思って勉強になるのがですね、海外の記事、海外の YouTube のですね、時事の話っていうんですかね、ニュース。例えば海外の日本人、海外に在住されているようなね、方々がですね、日本に向けて発信されている YouTube を見たりするのが好きなんですね。で、それで見てて思うことはですね、あれ?と思うんですね。日本のね、日本、我が国日本のテレビで報道されてるようなこととね、異なってる、180度違うことね、言ってはることが多いんですね。例えばね、それどういうところが違うことかというと、代表的な例の一つはですね、具体的に言ってしまうとね、場合によってはこの動画もね、何でしょう、止まってしまう可能性があるので、オブラートに包んで言うんですけど、いわゆるね、東ヨーロッパですね、東ヨーロッパの紛争争いですね、大きい国のロの国さんとですね、ウーの国さんですね、ロの国さんとウーの国さんのですね、紛争ですね、あれに関して日本のメディアですね、やはりロさんがですね、侵略をしてですね、ウーさんは大変だ、ウーさんのね、一番偉い人をね、日本のね、いつでしたっけ、広島のね、祭典とかに呼んでてですね、なんか平和が大事だとか言ってたりとかね、まあしますよね。まあ日本のテレビ見てたら、それはその通りだ、本当にウーさん頑張れみたいなね、ロさんなんとかもうやめてくれみたいなね、感じで考えとるんですけど、海外のね、時事ネタとか YouTube 見るとどうもそうじゃないんですね。私が調べた限りね、実はね、もともとね、2014年にね、ウーさんおよび場合によってはね、その背景にいらっしゃる、なんでしょうかね、納豆軍の人たちっていうんですかね、納豆の人たち、場合によってはアメリカをね、中心とする国だと思うんですけど、それがね、どうやらですね、ローさんの国民、民族が住むエリアにですね、ちょっかいをかけてたみたいなんですね。ちょっかい?だからね、実はね、あれね、2014年から始まってるね、ウーさん側、ウーの国さんからのですね、ちょっかいっていうことがね、知ったんですね。それがですね、あまりに動画過ぎてきたっていうかね、いい意味、ウーの国さんたちもね、約束を守らなかったっていうこともあってですね、それでですね、ロさん、ロの国さんはついにですね、去年のね、2月にですね、軍事作戦をしたっていうね、まあそういう背景なんですね。でね、もちろんね、その海外のメディアが全て正しいっていうことではないんですけど、
何かね、私それを見た時ね、あ、それなんか一理あるんかなっていうふうに思うところがあったんですね。スコッとね、納得することがあったんですね。あとはね、なんかね、どうも日本とかね、アメリカとかの諸国はウサン、ウーコク頑張れとか言ってるんですけど、他のね、国々たちはそういうことではなくてですね、やはりロサンの国、支持してる国、および中立してる国が多くてですね、やっぱりね、一概にね、ローの国さんがね、圧倒的に非難されるっていうことではないんじゃないだろうかっていうことが分かりましたよね。そしてね、今もね、日本のメディアではですね、ウーの国さんがね、非常にですね、まだね、反転構想がすごいとかね、大成果を上げてるとか言ってるんですけど、実際ね、現在のね、その海外の時事ネタとかのね、YouTube を拝見する限りですね、全然反転構成とかうまくいってないみたいで、逆にですね、ローさんの方がね、体力的に余裕を持ってですね、大人の対応をしてる、まあ場合によってはですね、争いはね、やめた方がいいですよっていうことをですね、ローさんの国が中心にですね、積極的にね、和平を持ちかけてるっていうようなね、まあそんな感じでね、圧倒的にね、ローの国さんの方がですね、ものすごいね、大人な対応をしてるっていうことが見受けられるんですね。今そんな状況なんですよ。全然知らなかったですね。日本のメディア見てる限りね、なんかウーの国さんがね、圧倒的に強いぞっていうね、感じしか見受けられないんですけど、これね、こう考えると怖いですよね。なんだろう、日本のね、全部が全部じゃないですけど、大手のテレビとか含めるメディアっていうのはね、素直に言いませんけど、本当のこと言えないんでしょうね。やはりいろいろスポンサーとかもあるのでね、ダイレクトに本当のことを伝えないようにしてるんじゃないかっていうふうにね、まあどう考えてもスポンサーがいらっしゃるっていうこと時点でそう思わざるを得ないんですよね。だその辺があるのでね、私たちね、一般国民プラスね、庶民たちはですね、まあ私なんか庶民の筆頭、のんべいの庶民の筆頭なんですけど、そのテレビでやってることとか、日本の大手のね、マスコミがね、アナウンスする報道っていうのはもちろんね、当然ながら受け止めることも大事なんですけど、本当かどうかっていうのはね、一度ね、フィルターっていうかね、ご自分のですね、本当なのかなとかね、それどうなのかなとかね、そういうことをね、思ってですね、一つの参考にするのがいいのかなって私なんか思いますよね。私なんかびっくりしたんですけど、この前、この前のね、YouTube のね、海外の時事ネタ見てたらね、牢の国に向けて、もう牽制だと思うんですけど、何かね、ポーランドあたり、東ヨーロッパのポーランドっていう国はね、牢の国さんのこと大嫌いみたいなんですって。まあもちろん全員が全員じゃないと思うんですけど、ポーランドあたりがですね、主力となってですね、何か兵力が集めてるっていうね、そういう情報もね、入ってきてるんですね。そういう情報もね、実はね、牢の国さんのですね、国防総省がアナウンスしてるんですよ。全世界に向けてね、アナウンスしてるんですよね。そういうニュース日本に入ってこないですよね。入ってこない、および入ってきてもアナウンスできないっていう、そういう仕組みがあるのかもしれないですね。まあ、そういうことをね、考えるとね、日本っていうのは非常に平和な国っていうこともあるんですけど、真実をね、伝えられることがね、少ない。真実は自分で情報を掴み取る、持ってくるしかないっていうことをね、最近よく思うときありますよね。テレビは楽しいですね。私も天気予報とか、あとね、スポーツニュースとかね、そういうのは、あとドラマとかもね、結構好きでね、まあ結構というか、たくさん見ることはないんですけど、たまにね、ちらっとね、見てたりとかすると、おお、面白いなと思うのでね、素敵なね、ツールだと思うんですけど、こういう本当のね、政治系統の話っていうのはね、世界的な話もですね、ちょっとね、一回フィルターにかけてもいいのかなと思いますね。最近の私の見方としては、テレビの大手の報道がね、そういう政治の話をしてると真逆のことを感じますね。あの人はね、すごい悪い人だ、良くない人だっていう人はね、逆に意外にね、何でしょうかね、もちろん犯罪とかしてたらダメなんですけど、そうじゃなくてですね、犯罪もね、怪しいようなね、犯罪に仕立てるようなことを醸し出して、実は犯罪じゃないんですけど、あの人はよろしくないっていうようなね、そういう報道をしてる、そういう悪者にしてる人が実はね、本当のね、国民のことを思ってるようなね、人だったりするのかなっていうふうに思うときありますよね。まあ代表例はですね、アメリカ前大統領のですね、トランプですね、トランプ大統領。あの人なんか日本のね、マスメディア、マスコミでは非常にですね、ケチョンケチョンに言われてるようなんですけど、私が海外のね、YouTube とか時事ネタを見る限りではそうじゃないですよね。まあそういう話したらね、お酒の塾長変なやつだとかいうふうに言われるとは思うんですけど、まあ一つのね、これもね、意見としてね、
せっかくねお酒飲めない熟女ですのでご参考になればと思いましてですね、賛否両論はあると思いますが、こういうねことを話せるのも YouTube なのかな動画なのかなと思いましてアナウンスさせていただきました。では今夜はマスコミのですね本当の事実の報道、事実の報道を願いまして乾杯。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟女でした。熟女オップ熟女オップ熟女オップお酒。